それではセレクションカップ決勝戦、読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発戸郷がマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1回の表ライオンズの攻撃、川島が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり、バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。三振になります。3番バッター中島、ツーアウトランナーありません。三振です。3アウトチェンジ。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズマウンドに上がるのは先発の伊野尾。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターは吉川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。バットに当たりません。三振。ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。伊野まずは先頭バッターを三振に仕留めています。外れてフォアボール。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。バッターは DH 岡本。フォアボールのランナーが出ています。小宮山さん、仕掛けてくるんでしょうかね。勝負どころですからね。攻撃側がどんな作戦で仕掛けてくる。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどうい…打ちました。右中間へ打球伸びる。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。次が6球目。いい当たり。これはどうだ。打席には6番バッターウォーカー。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ先制に成功してなおもリードを広げるチャンスです。ライト方向を流しました。高い打球ライト線。しかしこの回ジャイアンツ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回終わって1対0、ジャイアンツ先制です。2回になります。追いかけるライオンズの攻撃、バッターは4番グラシアル。ジャイアンツ1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の三振を取りました。ワンアウトです。バッターボックス中村、戸郷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。6番バッター松山、ツーアウトランナーありません。高い打球ライトへ。反撃したいライオンズでしたがここは三者凡退に終わっています。1対0。
ジャイアンツが1点をリードしています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、ポランコが打席に入ります。ジャイアンツ1点リードで迎える2回の攻撃。アウトコース打ちました。8番バッター中島、まずはワンアウトを取っています。打ちました。打ちました。これはどうか。この回ジャイアンツ三者凡退です。2回終わって1対0、ジャイアンツが1点をリードしています。3回に入ります。7番から始まるライオンズの攻撃、バッターは糸井。ジャイアンツ1点リードで迎える3回です。里崎さん、リード変化球空振り、まず1つアウトを取りました。素晴らしい投球を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね、ええ、バッターが、さあこれで決まるのか。空振り三振、バッターは9番に入っている島。ツーアウトランナーありません。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはジャイアンツです。3回の裏、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。吉川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいです。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。まず何を投げてくるか。キャッチャー二塁送球する、ボールイン成功です。ここで声をかけました。これでワンヒットで点が打ちました。いい当たり、弾き返した打球はセンターへ。打ちました。高いバウンド、ファーストゴロ。まあなんとか進塁打になりましたね、さあこのチャンスでバッターボックスには4番の村田が入っています。5球目は何で来るか。引っ張った、詰まりながらもレフトへ。ジャイアンツサードランナー残塁に終わっています。3回終了、1対0、ジャイアンツが1点をリードしています。4回に入っていきます。ライオンズ打順よく1番から始まります。バッターは川島。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリード、振っていきましたが三振、ワンアウトです。打順は2番坂口。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。戸郷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、これはどうだ。結局フォアボール。ツーアウトから同点のランナーを出していきます。富山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。バットに当たりません。三振、三振を奪ってピンチを脱しました。
バッターボックスは5番丸、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。フルカウントからのストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。頼りになる男がやってくれました。その差を2点と開いています。打順は6番ウォーカー。ジャイアンツホームランで追加点を挙げています。小宮山さん、これ以上の失点はできませんよね。これ以上離されると辛いですから、絶対点はやれないですね。そうですね。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスポランコ、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。追い込まれてからのストレート、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。ここ一番の集中力が光ります。バッターボックスは8番中島。ジャイアンツホームランで追加点を挙げています。バッターボックスには9番大城。ジャイアンツこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあそしてこのチャンスで打席には1番の吉川が入っています。手が出ません、三振。三振で攻撃を終えました。5回に入ります。追いかけるライオンズの攻撃、バッターボックス中村、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ジャイアンツリードで迎える5回。打ちました。バッターボックスには6番松山、先ほどの打席はライトフライに倒れています。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。さあマウンド上は戸郷、まだヒットは許していません。ここはゾーン内で変化するボールという手もありますね。このボールは外れてフォアボール。2アウトからランナーを出してしまいました。際どいが、あっとフォアボールです。得点圏にランナーを進めています。最後いいボールでしたけど、見極められましたか。はい、このピンチ見逃しで三振を奪いました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。5回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには2番坂本、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。打ちました、詰まりながらもライトへ。バッターボックスには指名打者の岡本、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球は何から入ってくるか。打ちました、これはどうか、打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、2アウトになっています。
打ちました、痛烈、これはどうだ。さあジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから、取れる時にどんどん取っておきたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスにはウォーカー、打ちました、左中間へ打球伸びる、ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。5回終わって3対0ジャイアンツがリードしています。配球表ご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。ゲームは6回の表に入ります。ライオンズ打順よく1番から始まります。川島がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振になります。まず1つアウトを取りました。バッターは2番坂口、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。戸郷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。痛烈、これはどうか。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。なるほど、そうですか。引っ張った、ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。打ちました、ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。3対0ジャイアンツがリードしています。バッターは7番ポランコ。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てよく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。落ち着いて打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、ライトバックバックバックする、見逃せばボールかというコース、逆方向へ打ち返したあたりはフェンスを越えていきました。ボール球だったんですがうまく運ばれましたね。そうですね。9番バッター大城、ジャイアンツホームランで得点を挙げています。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。落ち着いていました。おそらくボールがよく見えているんでしょう。フォアボールで一塁に歩きます。ストレートのフォアボールになりました。得点圏にランナーを進めています。落ち着いていました。おそらくボールがよく見えているんでしょう。フォアボールで一塁に歩きます。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。平行カウント、アウトコース打ちました。バッターは DH 岡本。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。いい当たり、これはどうだ。さあこれで決まるのか。インサイド落ちました。には5番バッター丸、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いやー当たってますよね、絶好調じゃないですかね。非常にいいバッティングを見せています。フォアボール、ここは勝負を避けた形でしょうか。これでワンアウト満塁、点差を開いていくか。バッターよく我慢しました。しっかり6球目は何で来るか。インコース打ちました、いい当たり、これはどうか。ジャイアンツ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。
8対0、ジャイアンツちょっと一方的。ここは当然という交代でしょうか。ライオンズピッチャーを変えます。ライオンズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、伊能ここで降板です。打った、これはどうだ。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。勝ったジャイアンツ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のライオンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お手回り品をお確かめの上、足元に気をつけて。